さて、今日のアフターテラちゃん、経済学者、田中秀富先生です。田中さん、よろしくお願いいたします。何を<笑><笑><笑>口ぽっかりでリラックスしちゃってましたね。心をここにあらずみたいな感じでしたね。涅槃で待ってるって。いやいやいや。<laughs> なんか魂抜けちゃった,た,いた <laughs> はいはいはいも。もう帰りますか、ね、<laughs> いやいや、帰ります。<laughs> 大丈夫です。限られた時間で頑張っていただきます。いやいやいや フランスで警官による少年射殺事件をめぐる暴動が始まってちょうど1週間が過ぎましたえ昨日の拘束者が157人拘束者1300人を超えた6月30日に比べると沈静化しつつあるという数字ではありますけれども、まあ、ただまだ収まってない状況ですね。 その移民の,あの若い人たちの、うんえー、そういったところがあの原因じゃなかろうかというのはありますけど、えー、なんか素朴な観,あの観察では何かねただ単に、えーまあ、便乗犯と言いますかね欲求不満をですねただぶちまけてるだけというふうにしか見えないですよね<ー>あの種のこの暴動だと何もねプラスに結びつかないと思うんですよ。ただだ暴れててるだけって感じももしますすんねねそうですよ、ね だそうなってしまうと何、ねえー、だろう、えー、フランス国民あ,、まあ、あるいは国内外の、えー、人たちのですね まあ指示は全く得られないと思いますよで、ね、で暴動は6月27日警官が運転停止の指示に従わなかった少年を射殺したことで始まりましたで少年がパリ郊外に住む北アフリカ系移民の出身だったことからアフリカ系移民出身の10代の若者たちが暴徒化し経済格差ですとか差別への不満が噴出した形で暴動が拡大していきましたでマクロン大統領も当初警察官に による少年射殺は許しがたいと述べていました抗議運動に一定の理解を示していたんですが役所警察への襲撃略奪の横行へと事態が悪化するにつれ射殺事件を利用した蛮行は認めない鎮圧のため警察官を4万5千人ですね導入するなど強硬姿勢に転じましたフランス来年パリの夏のオリンピックパラリンピック控えてますから、まあ、マクロン大統領にとって で治安対策含めてですね頭の痛い話となっているようですねまあそうでしょうねなんかあのボートの一部ではですね、はい、警察署を襲ってでそこでまあ警察官のね制服なんかを盗んで自分が偽計になってでですねでまたそういったなんか暴動を繰り返すとかあ,、えー、あるいはなんかあのロケットランチャー、はい ええー、を使ってですね、なんかそれを。そんなこと使、っ、ええ、そんなもの使ってるんですか。だからそれをなんかいきなり持ってたとか。ああ<ー>、ええ、恐ろしい。なん、なん、なんですかと。えー、で、それをですね、あの。私の知人のですね、あのね、国務長さん。はい。ええー、元山口組の、えー。方なんですけど、まあ、今はね、あの。 マッドな評論家で有名ですけどね。彼なんかそれはですね、確か工藤会の仕業じゃないかと、えー、まあ半分冗談めかして言ってですね、えーえー、そうなんだと、えーえー、あの駆動会すごいなって。 え多,多分工藤会だったと思うんですけど、なんとかそういう構想の時にもね、えー、準備されていたなんてことは聞いたことありますからね、そうですよね、えー、なかなかですね、あの猫の猫千代さんらしいですね着眼点で、敬服、はい、いたしました、のすけです。<laughs> で今回、このフランスの暴動の発端となった警官による少年の射殺事件、警察に射殺された少年はですねアルジェリア系の移民2世で、事件後、少年の母が子供がアラブ人の顔つきをしていたからと発言し、人種差別が原因だと主張したことも、大規模の暴動に広がった原因と見られています。まあ、一部でではこののの拘束者のですね平均年齢が17歳とも言われていてい代の若者 たちの不満が爆まあただ、まあ、私がこの見聞きしたこの情報だとこの17歳のお殺害されたですね、えー、少年無免許だったっていうこともああそれで逃げた逃げようとした、ね、なるほどこそういうこともどうも事実ではあるようなんですねまあでもね,ねちょっと射殺はないわなっていう気はしますね特にねまあなんて言いますかねあのー フランスのね日本大使館なんかはしばしばこうツイッターなんかで日本の人権状況をね批判するんですよ。うん、でもね あのフランスなんかはこうあそうだフランスの大使館はこう日本が死刑をねあの残しているとでそこでなんていうかなまあまるで後進国扱いみたいな上から目線で日本を批判するわけなんですけど、えー、フランスはどうなんだと、うん、日本の警官さすがにねあの車でこう逃げ去ったぐらいで発砲なんかしないですから、うん、まあ威嚇ぐらいはねあるかもしれない威嚇もしませんよだって何もしてないえだって誰も傷ついていないわけじゃないですか、うんまあ、確かにそう。 だからこれちょっとね、ええうん 運転停止の指示に従わなかっただけでやっぱ射殺なんかするっつったです、ね、まあその警察官本人に車が向かってきたとするならばいかがするんでしょうけどもねそうですよねまあそれ以外だったらまあ発砲しないでしょうねだからそんなこと考えたらね、えー、やっぱフランスね人権重視してるっつうんですけど、うん、えまずねフランス大使館なんか日本にいる大使ってあのー、ねあのエマニュエル、はい、あの米国大使それアメリカですね,ね、えー、あれも えー、含めてですねなあと中国、えー、中国の,あのな何でしたっけ、えー、領事館の、えーはい、いましたね、えー、あの関西の方の彼、はいえー、なんかも怪しかったですね。ね、うん、んか日本に来てあの大使の連中が言いたい放題ですね、うん、はっきり言ってね。が違い封建化し ツイッターは違い保険じゃねえんだということをですね <laughs>、えー、まず言いたいですね、はい。まあそういった時にはだから炎上させなきゃいけないってことなんでしょうね。うん。炎上ってええ批判<あ>批判ですね。もう批判をね,、えー、ねあのしなきゃいけないと思いますよね。ううよねえー、えー。あなたの意見は間違ってますという、ね、そうそうそう。えー、だからね何をしに来たんだと。 えー、いう気がしますよね。はい。で、フランスではですね、パリマルセイユといった大都市周辺には。低所得の移民層が住む、ええー、万流と呼ばれる地域が多く存在しています。で、こうした、この、おー、万流の貧困率が平均43。四十三パーセント。まあ、フランスの貧困率十五パーセントを大きく上回っています。で、貧困率というのは所得が貧困線を下回っている人の。まあ、この割合のことでして。貧困線というのは、全人口。 の家計所得の中央値の半分、まあ、こういうふうにされています、えー、平均的なこの家計所得の中央値の半分を下回っている人が43%いる地域がこの万流ということとなります、まあ、やはり働き手の多い大都市周辺にはこういった貧困層の移民こちらが住み込む地域が生まれるということなんでしょうかねそうですね、うん、ま,あまたねあのいわゆるこう自国の中で、えー、テロを起こす人たちが ややはりこう生まれやすい地域でもあるんでですよね、うんはい、でも国籍はもう例えばフランスならフランスなんですけども愛国心含めて、えー、あまりこのフランスが自分の母国とは思ってないんでしょうかねうん。まあその可能性もありますね、うん、いわゆるまあフランスの同化政策っていうんですけどねそれの失敗の可能性もやっぱ高いですよね。うん、まあそいろんなここ,はここら辺はですね本当に深刻な問題を抱えてますけれども。うんはい かといってやっぱね今回の暴動がそういった不満のね吐け口になってるのかというとそうなのかなとなんかね、うん、ただ欲求不満をぶちまけてるだけのような。 そういうふうに取られても仕方がないでしょうこれはで,、ねえー、でこのフランスの暴動カターにですねイギリスではスナック首相が地中海を渡ってくる不法移民の流れを止めて締め出すための協定をイタリアと結ぶという動きになっているようですえスナック首相イタリアとの間で不法移民を北アフリカに帰還させるための協議を進めていてイギリス国内の不法移民を東アフリカのルワンダなどの安全国に移送する計画も進めているとい いますスナック首相、私たちの立場は明らかだ、不法に到着した場合、亡命を申請することはできないと、はっきりと国民に宣言もしているようですね。もちろん難民と移民、これは違うんですが、不法な入国者を取り締まるために、難民申請をできるのは2回までとしただけでも、揉める日本とは違うという、ですねスナックのこの断固たる判断のようです。ただこののスナックの判断からはは不法な入国者は一切認め 自分が国を守るんだといったこの強い意志というのも感じられると指摘する人もいるようなんですが、えー、すでにこのイギリスの移民危機は2022年にピークに達していて去年1年で4万5000人以上がイギリスに入国したといわれます、まあ、労働力不足のため移民の受け入れ積極的に進めると発言している岸田総理には、まあ、このフランスの暴動とかイギリスの,この政策ですねこれはどう映るんでしょうね。まあ不法移民の,あの まあ、不法移民の対策はですね、えー、しっかり厳格にや,やらなければいけないですよね、はい、それとまた難民の問題っていうのはまた別,別個ですからねさらに別個なのが、まあ、あの外国人労働者の問題で、えー、あるわけでいろんなねやっぱあの、えー、切り分けて考えなきゃいけない問題がですねあの 今なていうかなあの外国人の方々に関わる問題としてごっちゃになって議論されてますんでねそこら辺はねやっぱねあの冷静に日本はあの見ていかなきゃいけないっていうふうに思いますね、えー、はいまあそれにしても難しいもうすでにねえ日本で暮らす外国の人も すごい多いですよ。すよね、はっきり言って。えー、で、その人たちのが、えーまあ、外国出身で日本国籍になった人とかですね、はいえー、あるいは長く日本の,の中で働いて、日本の経済に貢献されている方々、そういった人たちがこう暮らしやすく、働きやすいような環境を整えていくっていうことはですね、やはりこう極めて重要だと思いますね。 動画政策みたいなものをしっかりしななきゃいけないいけと思いますよ、まあ、なんか同化政策ってなんかね、うん、えちょっとへ、えー、変なふうに取られる方もいると思いますんでね、うんうん、それはまあ単純に、ねえーえー、そうですね、はい、あのそういった意味の話でなんで、えーまあ、みんなが、ね、あの幸福になるような経済社会を作っていくってことが重要で、まあ、日本はね、えー、フランスやイタリアとかイギリスに比べればまだねあのそういった点ではまあい ええー、まあある種のアドバンテージありますからそれを大切にして、うん、えー、これからね、はい、あのー、しっかりとね<っ>対策もしていくというとこ、ね、そうですねそれが重要だと思いますねはい、はい、以上アフターテラちゃんでした田中さんありがとうございました今日は真面目な話しかしてない。